こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン始めていきましょう。今回は、前回の続きですね、行いたいと思います。ツイッチで配信を行っております。ツイッチぜひアカウントのフォロー、チャットコメント、ライブ視聴お願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブは2日後に YouTube にアップいたします。2日後の21時ですね。YouTube チャンネル登録高評価ぜひお願いします。チャット欄に、URL をリンク記載しております。 YouTube プリーズチャンネルサブスクライブド&グッドボタン。そして、Twitter もやっております。こちらも Twitch のリンクにアドレス記載してます。アクセスしていただきまして、まだお方フォローお願いいたします。Twitterアカウントフォロープリーズ。はい、ということで、水がちょっと予算的に大丈夫なのかなってことなので、あげましょう。草を 91% ぐらいかな。今支出は、やや赤字っていう感じですね。ロケットは発射したばっかり。これは電線が切れてるってこと？電線切れてるのは良くないですね。いや、これだ。あれ？そういうことやな。で、まずやっておきたいのがここですね。高速のランプ接続ですね。こちらをやっておこうと思います。お金かかるのがな、嫌だけど、やるしかないですね。ここで高速王が接続することになるけど、正直もったいない感じだよな。これってでもよく考えたら
そうだよな。地上に。このぐらいから。ですね。で、どうするかですよね。西。かな。これはぶつダメ。なんで？くっつかない。高架橋を求め合うからか。ダメだな。普通だったらタービン型だと
こじゃなくて、まあ狭いとこから上がっていって、ダメなんだ、向こうなんだ、使うことできないのか。だからここ行って、こっちの上を越すんじゃなくて、ここはこう入れ入るんだけど、なんか意外と形状向こうですがちょっと多いな。そうだよな、こんな感じだよな。まあタービン型だったら1、ここで入るようにすればいいような気がしもあるが。つまり、あ、もう
オーソドックスに、で、押しすぎた。こんな感じですよね。で、当然のごとく、まあ、クロワ型か。感じやな。で、ラスト。なんかすごい、さすがにちょっとしょぼすぎる。これちょっとやっぱりあのカーブが急すぎる。
で、アップグレードして、あ、違う。間違えてる。で、これなんだ？ここだけか。うん、こんな感じですね。ジャクションができました。もうちょっと伸ばしといて、感じですね。7月の今日は3日か。セーブとして少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。ではですね、続いてはここで橋を作ったんで、まあ、インターがここでできましたよね。ってことはこっからこういうふうに、まあ、連結できるわけで、それからどうするかですね。できればここら辺工業地帯この辺は工業地帯に合うことはベストなんですが、あとですね、地下鉄って公共交通機関の線ってどうなってる？地下鉄が全然走ってないよな。これ地下鉄ですよね。この辺に地下鉄走らせるしかないよね。ただし地下鉄そんなに路面電車走ってないよな、まだ。ここ路面電車走らせてもいいですけどね。もちろん地下鉄と被らないところであることはベストではありますが、とりあえず地下鉄を作ろう。まず駅ですね。駅が基本。駅ですね。一駅目はここかな。もうちょっとこっち側の方が良かったっけ。この辺だな。で、地下鉄の駅が工場になってるから、ここ工場じゃない、住宅地か。ここ作ると結構なくなっちゃうのは気にな、部分的になくなっちゃうのは気になるけどな。どうするかですね。あ、ここ地下鉄、こっち側がこう走ってるから、やっぱりちょっとここ作って、ここ置いて、来た。占領されていますって。でもこれなんで占領されてるんだ。
感じか。こういうふうにして合流するようになります。そしてですね、さらに、まあ、地下鉄駅を作っとかない、作る方を先にしよう。この辺かな、どの辺がいいんだろうな。まあこの辺かな。距離的にはどうなんだろう。ああなるほど、中間駅だな、ほぼ。じゃあこの辺、ああ近いかな。まあいいか。意外と近いのが気になりますが、で最後、どの辺に置くかですね。でも傾斜のことを考えると、これ、商業地か。まあでもしゃあないだろう。ちょっと撤去はしても、撤去はやむなしで。で違うわ。で、ここは接続したんだけど、どこがいいのかな。まあ、こうなってんだ。で、ここも地下が置かれてんだけど、地下にする必要ないよね、これ。なんで地下になってんだ？やっぱり地下になってる。上に上がっ、下にさ、分かりにくいが、例えば。例えばここが下だろう。やっぱり下がってるような気がするんだけどな。分かりにくい。高さが違うような感じはある。する。
あ、でも、普通に考えたら、あ、違うわ。だから、そうか。ここから降りて、だよな、で持って。こんな感じか。次に駅を作らないといけない。まあこの辺とかだけど、道を伸ばしてここだな、バスの。これで地下を、地下作って、で、なんで？なんか勾配が急すぎるって言ってる。むしろこっちの。占有されてのは良くないのかな、それとも。なんでだろう。
んでダメなんだこれ。あ、これなんかこういうことか。とりあえずここまでで終点にして、いずれはあの地下鉄を延長するような形で線路を引くってことにしましょう。で、路線を敷かねばならない。まあそうですよね。で、こうだ、で、こうだ。こうだ。で、こう来て、あれ？ダメなのか、これ。折り返したいんだが、折り返せない？なんで？追加できないんだ。これ折り返しってどうやってやるの？なんでこれを折り返せないんだ。連結できるはずなんだけど。ここまではまあわかる。で、まではわかる。これ折り返しってどうやってやるんだ？ちょっと調べてみましょう。
どうやって折り返すんだ列車を。つまりここまでは列車来てるんだけど、路線完成とはなってんだけど。完成してくれない。なんでだ？ん？これが実は接続してないとかかな。ちょっと待った、本当に接続してないのか見てみよう。からん。新規6000で、あれ、あら、ここつながってないんだ。なんで？くっついてくれてない。なんでだ。ついてるようにしか見えんけどな、ここ見る限り。なんで、つながらないんだ。で、これでちょっとせ、線路がくっつくか。
あれ、ない。ってことは、これだとどうだ？あ、ダメだ、くっつかない。なんでだ？くっつかってない。だとどうだ？なんで？なんでくっつかないんだ？なんで接続してくれない？なんか。あ、ようやくくっついた。これでどうだ？これで。ここはまあ問題ないな。ここまでは問題ない。これでどうだ、いけるか。完成できてきた。とりあえずいけたみたいな。地下鉄汚染7ですね。入場室はまああるんだけど、車両数ってなんだ。なるほど、まあ、当分はまあこれでいいでしょう。これ車両がいくつかあるんだ。あ、これで行きましょう。これ地下鉄作ったんで、
作りましょう。あと路面電車も運行したいですね。ここをこう循環するルートかな、普通に考えて。これ路面電車車庫か、車庫すごい建設費がかかっちゃうんですよね。これが良くないよな。で、どうしよう。普通に行けばこうですけどね。でも このぐらいで専用軌道ってなかったっけ、路面電車で。路面電車の専用軌道って何かあったっけ？これって専用軌道？専用軌道じゃない。こんな感じですね。で、ここが重要なんだけど、一通で路面電車ってあった気がするんだけど、どうなってんだろうこれ。路面電車両方に曲がるようになってて、そうなんだ。つまり、ここで、こうなるんだ。
こんな感じですね。こうすることにより路面電車も接続を守ったまま、まっすぐ行く道はそのまままっすぐ行けるし、まあ、オーバーすることもできるということですね。こんな感じかな。で、それとともに、まあそうだろうな。で、これはこんな感じで。で、かつ路面電車も運行します。路面電車駅を作らないといかんよな。で、ここか。で、ここは結構な、怖いから。渋滞はしたくないけどな。まあ、これで一路線完成ですね。で、路面電車で、新路線はどこだ？ここ？いや違う。ここ？これだ。これも青でブルートラム。そうですね。で、同じように路線を作ります。
悩むな。まあ、ここかな。で、ここ作って。で、ここで、っていうことですね。で、なんで青が、つながってないんだ？なんか、まあまあまだいらしてもいいと思います。違う、これだ。あ、名前変えたつもりだが変わってなかった。で、ブルートラム外の、でもなんで、資料数が違うんだ。まあいいや、少しずつ動き出そう。で、高速道路も出来だしたんで、どうなんだろう。列車走ってきた。地下鉄は列車来るのか。来ましたね、地下鉄の列車が。お、すれ違ってる。またこっちのトラムはどうなんでしょうか。まだ路面電車来てないのかな。
走ってきてないな、路面電車。時間かかるかも。車庫から出るのまで。おかしいな。あ、来た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 。これですよ。ストップストップ。ちょっと前面車窓見ていきましょうよ。赤になってる？え、なんで？あ、なんか循環してる。系統が違う。間違ってる。ストップストップ。え、どうなってんだ？なんで系統が違うんだ？こっちこっち。あれ？一回回転して。ちょっと待った。ブルーライン打ち。ブルーライン。あれ？あ、間違えた。じゃあブルートラムが、で逆に
で、では次、こうですね。シリウスは2本。ということで、で一旦これでセーブを行いましょう。
こがすごい渋滞してるよね今は。数はすごいんだけどな。結局ここから来たとしてもここでもうダントツに車が入ってしまうんですよね。ここの渋滞が本当にひどい。ここもすごい渋滞してるしな。こっからもバス、車来てるんだ。これって商業地か。商業地だったら降ろしてもいい気がするけどな。間違えた。この辺は全然大丈夫に見えるんだけどな。平均寿命も伸びてるだろうし、災害も犯罪率もそんな変わらないですからね。ちょっと大学を増やしてあげないとダメだな。一方で違うのか。いや結構大学ってスペースいるんだ。これ公園だろう。
ほどね、もう。感染してるかもしれないが。まあ、一応これ送電線は敷いとこう。あ、間違えた。なんかよく間違えちゃうよな。ここだよな、問題は。お、なんか取るルートがちょっと変わったかも。渋滞はマシになったかもしれないですね。
本当は地下通ったり行ったりしなきゃいけないんだけどな。公園とか作っちゃったからな。なんかそれが災いしちゃってる気もする。歩道が全然作られてない。
で、なんか人が飛び乗った。あ、飛び乗ってる、飛び乗ってる。なんで飛び乗るんだ。すごい渋滞ですね、一方で。試合もやった？あ、やりましたね。やって勝ったんだ。すごい廃墟になってる。ん？なんで？なんで？病院が全然ないから。本当だ、病院が全然ない。さすがにこれはやばい。どっちがいいんだろう。こっちかな。あ、そうだ。病気より仮想場立ててやらないとダメだ。仮想場の方が大事。ちょっと予算もその分落とさないとダメですね。予算がすごいよな。で、
あんまりこっちの車来てないこともないか。こっちからこっちへは車来ないのかな。あ、来てないわけじゃないけどな。の車ここに合流してるのか。商業区域か。商業区域がどの辺に置くかだよな。ここ住宅置いてもいいし、商業区域をどこに置くか迷うよな。あ、これ一通なってる。で、こんな感じかな。で、水も作りましょう。
工業地帯だからな、ここ。ちょっと離れすぎてたかも。え、なんで？でもまあまあやっぱり客乗りますよね。地下鉄は直行するからな、客が。それに比べたら路面電車そんなに乗ってくれない。ガラガラかもね。全然乗らないよね、列車が。6人だもんね、これはちょっと。ちょっとバラバラだな。
ロケット発射までまだまだ時間はあるな。でもちょっと積極策を取ることでひょっとしたら資金がたまりそうな予感もする。結構いろいろ道やったり無駄遣いしたりしてるけど、そんなにお金減ってないしね。なんだこれ、この地区に住民はいません。平均地価あ、まあそりゃそうか。ここら辺はやばいな。労働者が不足していますだもんね。で、交通道はバスが一応運転はしているけどっていう感じだろうな。鉄、一番近い鉄道はここが地下鉄で一番近い。けどなんか全然来ない感じですね。一応今回
ここまでだな。ここで、税金を元に戻しておこう。これやっぱり満足度が落ちちゃうんじゃないかな。これをやると。そんな予感はする。あ、ちょっとやばいな。下水場が足りない。下水の予算上げてやらないと。ちなみに下水の処理能力を見ると、一旦ストップ。で、どこだ、下水処理場は。これだ。で、これを、ね、あ、でもどうなんだろう。あ、わからないから。建物破壊。うん、で、これで働くはず。働き始めた。で、処理能力は同格になりましたね、これで。どうしよう。で、
学校は小学校がない。小学校を置いてあげないとダメだな。病院か。
しゃ。お、勝ちましたね。いろいろ無駄遣いしたにもかかわらず、病気か。まあ、もうちょっと下げてやってもいいかもな。 90% ぐらいまで。電力はどうでしょう。電力はもう上げる必要はない。警察は平均健康度がちょっと下がってんな。もうちょっと、ゴミ処理はちょっと上げてやらないとな。ゴミ処理場ってな、ある？ちゃんと。ちょっと。あるよね。それなりにあるはずなんだから。ゴミ処理で苦労するってことはもうないと思うんだけど。だから逆に言ったら予算を上げてやる方がいいよな。教育は？教育はこれギリ、結構みんなギリギリなんで、教育の予算も 2% ぐらい上げてやったらいいのかな。こんな感じで。なんか人がまた死に出した。別に足りないわけじゃないしな。また予算上げた方がいいよな。
どんどん人口を増やしていってますね。まあ、ここをまだ領域としてあるんで、こっちも増やしていきたいんで、とりあえず地下鉄とか、まあ、路面電車は走らせることはできたんで、まあ、ここはすごい相変わらずここはすごい渋滞だよな。病院じゃない、すごいなここ。なんか気持ちはある意味気持ち悪いかも、まあ、路面電車も多いですしね。ウィンターマーケットどうしようかな。移動できるんだウィンターマーケット。ウィンターマーケット、ここいいんだけど。ウィンターマーケット移動させて、ちょっとここ本格的に、この歩道橋も含めた改革をやらないといけないですね。渋滞がちょっとひどすぎる。分散を図っていかないとな。まあ、ここの重なり合うところの線路を変えます。まあ、地下はちょっと作れないんで、ここは地下の駅がある以上。まあ、こっちがやろうと思ったらできなくもないっていう感じだけどね。ただこっからすごいなんか渋滞が多いんで、
とにかくここがすごいもうひどい状態なんで、ここの移動もしないといけないかもね。とりあえずまあこんな感じで次回以降この辺の空いたスペースを利用して高架道路などを作っていこうと思います。ということで、次回をお楽しみに。スイッチで今回配信を行ってきました。ツイッチアカウントのフォロー、チャットコメント、ライブを視聴、今後ともよろしくお願いします。ツイッチ、ライブウォッチ&マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、ツイッター、アーカイブ YouTube にあげますのでぜひアクセスしに来てください。 Twitch のチャット欄にアドレス記載します。チャンネル登録高評価もお願いいたします。 YouTube This Live アーカイブアップロード&YouTube My チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、Twitter もやっております。こちらも Twitch のチャット欄にアドレス記載しますのでアクセスしていただきまして、ぜひアカウントをフォローお願いいたします。 Twitter My アカウントフォロープリーズ。はい、ということでシティーズスカイラインライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。